海藻青さが売り切れになり、メルカリで高値で転売される。がネットではない。内容はこちら。今度は海藻青さが売り切れになり、メルカリで高値で転売されているようです。では、内容を見てみましょう。海藻の青さにウイルスの抗体を増やす効果があるとのデマ情報が報じられ、それを信じた消費者がスーパーで青さを購入。各地で売り切れが続出したようです。しかも案の定、メルカリでも青さが高値で転売され、問題になっているようです。マスク高額転売の次は青さ高額転売。この転売の流れはいつまで続くのでしょうか。この高値で転売の流れは早急に断ち切るべきですよ。害悪でしかありません。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。ネットでデマ認定されてるけど、さっきスーパー行ったら青さ全滅してたのはこのせいか。はい、デマ情報だと知らずに人々が青さ目的でスーパーに殺到したのでしょう。次はこちら。昆布などの海藻類は免疫活性化するでしょ。青さはうまいけどちょっと高いんだよな。わかめじゃダメなの。まあ海藻類は食べておくことに越したことはありませんがね。次はこちら。効果があることをどうやって証明したのか質問したら、記事削除したらしいやん。あまりにもフェイク情報が多すぎますよ。気をつけたいものです。最後はこちら。カレーに青さ入れたら無敵だな。青さ汁うまいよな。はま寿司の青さ汁、毎回無料クーポンで必ず飲んでる俺に資格なし。なんか普通に美味しいという流れになってきた。結論。とにかくネットには普段より何倍ものフェイクニュースが溢れているようです。どれが真実でどれが嘘なのか見極めるしかありません。皆さん、フェイクニュースに騙されないように気をつけましょう。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。